どう言ったらいいのかしらね。よしよし、行けますわ。行けますのって驚いてる方もいらっしゃいますが、行けるんですわ、皆様。世の中は気合ですわ。私も気合だけでやってまいりましたわ。正直ね、私ね、本当にこのお嬢様言葉でくっそ悩んでまいりましたの。ですけれども、まあなんだかんだ気合で今ね、こうやってね、皆様方とも仲良くお話ができているわけでして、ほら、お仲間ですわ。いいですわね、おしゃれですわ。そうですわ、そうですわ。だから気合でいけばよろしいんですわ。さてさてさて、いや本当にクソ悩んでおりましたよ、私。なんかね、本当に大変だったんですの。まあ皆様もね、正直ね、正直に考えてほしいんですけれども、こんな喋り方する人間がおりましたら、そりゃあちょっとクスクスってするでしょ。あの、学校でクラスとかにおっしゃったら、正直クスクスいたしませんかと。人間にやっぱり異端な存在はね、クスクスいたしますので、私も散々クスクスされてまいりましたわ。まあ、なんですけれども気合で今ここにいらっしゃいますわ、私は。ですのでね、このトラックもあの道で無理やり U ターンできるんですの。関わりたくないタイプの人ですわっておっしゃいました。それちょっとライン越えですわよ。私にも心がありますわ。いくら今そんなにもう何でも前向きに頑張りますわと言っておりましても、傷つきはいたしますわよ。傷つきはいたしますわ。いった、は、何、え、なんで私今、え、一回おバックですわ。おバック、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 おバックしなさいって言ってますわよ、この嫉妬がどっかい。おベンツ、私たち一連拓者の仲間です。お願いします、おベンツ、おバックお願いいたしますわ。クスクスしないでくださいまし、見ないでくださいまし。本当にクスクスは本当に冗談抜きでトラウマを引き起こしますわ。皆様方お分かり、クスクスは本当にトラウマを引き起こしますわよ。どうしましたの、私が配信でいきなり発狂いたしましたらと思いましたけども、おバイオの時にもだいぶ発狂しておりますわ。ちょっとちょっと、本当にその人が嫌と言ってることやるのは本当に良くないところですわよ、皆様方。ダメですわよ、皆様、煮込み鍋にいたしますわよ。こんな私見ないでくださいまし。ちょ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 っと、いやでも笑顔にはなってほしいんですよ。100万点の笑顔にはなってほしいんですよ。ですからニコーって書いてくださいましね、そういう時は。これは皆様に言いたかったんですけれども、あのコメントがですわ口調じゃございませんかと。実は私めちゃくちゃ嬉しくって、今まで私一人でしたので、まあ、皆様もね、普段はこういう喋り方ではないとは思うんですけれども、皆様がですわ口調でお話ししていただいて、私それはねすごく嬉しかったんですわ。この皆様がみんなですわってお話ししてくれてる、私以外の方も話してるって状況が初めてでしたので、私配信始めてよかったですわって、それ少しこれからもどんどん思っていきたいんですけれども、一つ思いましたわ。